サトルは日本のプロレスラー。新潟県東岡町市出身。1995年9月、岩ジャパン秋田大会のバトルロイヤルで、プレデビュー後、11月12日の後楽園、ホール大会において、平野勝美を相手に、本名の詩がサトルでデビュー。1996年にはフリーとなる。この頃は、中牧正二と行動を共にすることが多かった。 1999年から大日本プロレスに所属する。ミスター・ポーゴの古文的存在となり、ポーゴの影武者イコールポー・シャドウ・ WX と改名。ポーゴ離脱後は、デスマッチで徐々に独自の存在感を炉にし、本間智明、山川隆二と共に、デスマッチ新世代を形成するなど、大日本プロレスのデスマッチの歴史において、彼を外すことはできないと言われるほどの、 実力派デスマッチファイターとまで評されるようになる。蛍光灯や有志鉄線をはじめ、画病、ファイヤー、チェンデスマッチ、そして、カムオケデスマッチも経験しており、デスマッチにおけるキャリアは第日本トップクラスである。2004年の新潟県中越地震では、自ら率先して被災者救済のための活動を行い、道の区プロレス主催のチャリティ工業にも同伴している。2005年、 アパッチプロレス軍所属のマンモス・佐々木とチームアンコ型を結成。2006年1月川崎市体育館大会にて BJW 認定タイ王座をマッスルファットです。からダッシュ。同年12月3日、横浜分隊で関本、佐々木義一組に敗れるまで4回の防衛に成功。その後は稲松サブローラ若いデスマッチ世代の台頭を恐れ。 マンボスとのタッグを休止し、再びデスマッチ主戦戦に絡むようになり、2008年5月4日、カツラスタジオ大会で王者、伊藤隆二を倒し、実に8年半ぶり4回目となる BJW 認定デスマッチヘビー級王座を獲得した。この間、他団体選手の女性スタッフ強制わい事件で一度、隕石辞任したと半坂絵二がついていた。 統括部長の職を一時的に代行していたが、デスマッチヘビー級王座獲得に伴い、選手活動に専念したいという意向で退任している。この頃は、蛍光灯に頼り切った第二本のデスマッチの方向性を疑問視し、蛍光灯の使用本数の削減もしくは蛍光灯の使用、持ち込みそのものを禁止する、レモンやハバネロを原料とするソースなど、食品にその着眼点を置くなど、 デスマッチの方向性を模索したり、加えて、デスマッチヘビー級選手権試合の開催数の増加と、後楽園、横浜分隊以外の地方工業でのタイトルマッチ開催を提案するなど、大日本で途半に次いだ発言力を持っていた。2013年10月より膝の不調のため欠場。2014年年末付で、専属選手契約が満了となり大日本プロレスを退団。 フリー契約選手となる。2019年9月10日、久々に、公の場に姿を表し記者会見を行い、12月に、新団体、メジャーリーガーズレスリングを旗揚げし、約6年ぶりに、現役復帰することを発表した。また、欠場以後、甲状腺癌や、脳梗塞など、複数の病気を患い、闘病生活を送っていたことも、明らかにした。12月13日、 新木バファーストリングにて、MLW の旗揚げ戦を開催。復帰戦の相手は、かつての名優であるネクロブチャー。2020年4月10日、YouTube チャンネル、みなこファミリー TV にて、ステーキハウスリベラでのステーキ大食い選手権に、佐々木義人、みなこ夫婦と共に、チャレンジャーとして出場した。千二十一年八月十五日、プロレス FMXE 大阪大会の、 メインイベントより、リングネームを主と同じであるミスターポーゴに変更。独創的なプロレスムーブは特に持っていないが、スタンダードな技を中心とした王道プロレスのような、パワースタイルで戦っているためストロングスタイルにも対応できる、幅の広さを持つ。今までに用いたことのある、リングネーム。ありがとうございます。